久保さん、おはようございます。今日ちょっとね、筋肉痛っすね。タイトル、筋肉痛っす。ちょっと調子こいてね、昨日は朝と夜、チャリで結構走ったんですよ。今日、筋肉痛っすね。えー、誕生日の日に筋肉痛って、ね。久保さんも49っすか。いやー、あと1年五50っすね。 いや、50ってどうなんだろうなぁ。僕もあと1年で40ですけど。まあ、久保さんとこう、知り合ってから、久保さんの、あの、変化ですよね。前はね、スーツ着てバリバリ似合ってて、あれでしたけど、今は、なんか本当に陰居が似合ってる感じの風格になりましたよね <laughs>。うん まあ人生っていうのはどんな痛みを超えてきたかっていうのもあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ失、失ってきたっていうね、久保さんがフレーズありましたけど、どんな痛みを超えてきたかっていう。どんな痛みを、あの、だから、久保さんがネットビジネス始めた時は、多分ね、筋トレと一緒だったと思いますよ。うん 分かんないことだらけだからね。だからの脳の筋肉痛みたいな。脳の筋肉痛っすよね。<laughs> よく分かんないみたいな。理解できない。でもやってみるみたいな。うん。でも今はもう大体もう理解できてると思いますし、ね、もう理解したし、こんな違う、うん、生活してますけど。 まあ僕はもう多分、49、まあ、なんだろうな。まあ今ほどの、あれでね。まあ僕は久保さんを目指してるところもありますんで、今ほど毎月商品ガリガリ売ってるっていうのは、僕はイメージつかないですけど、49になってね。うん。まあ僕が49になる頃は、あと10年後ですか。10年後は、まあ、緩やかな感じで。 だって僕が49になる頃は久保さん59でしょ <laughs>。ね。もう60っすよね。還暦 <laughs>。還暦の久保さんってどうなんだろうな。ね。そう。まあ僕もね、久保さんと同じ。やっぱみんな消えてくんで。あの、そう。この前、あの、なんだ。 あのギニュー特選隊緑のやつさんっていうね、あの僕のファンのお客さんがいてるんですけど、会いに行きますっつってね、まあい、いろいろやり取りしたんですけど、まあ、そのメッセージの中で、まあ、早く吉谷さんみたいに、いつでも、いつでもその空いてるっていう状態作りたいですみたいなねあの、書いてあったんですけど、やっぱね、会わないですよね、久保さんね。 まあ僕は今、暇というか、まあ時間は、まあビジネスやってますけど、まあ全然余力あるので、まあチャリンコね、乗れる余力もあるし <laughs>、うん、久保さんの動画返せる余力もあるし、この前の会社に勤めてたこのやりとりは本当無理ですからね、久保さんとこのやりとりは。うん ほらまあ、久保さんが59になろうが、69になろうが、まあ、僕たちは多分続いてると思いますね。でもみんな続かないですね。うんそう久保さんが還暦の時にあの1は公開しましょうか。60歳還暦 <laughs>、ね。あと11年続ける想定ですけど。 60歳の久保さん還暦を迎えたんで、1000話を公開します。ついに。みたいなね。そう。もう14年プロ、ローンチですか。15年ローンチ。あれから15年みたい。億万長者合宿本編を開催してから15年目。ついに1000話が公開した15年間ローンチみたいなね。なかなかないですね。15年ローンチはなかなかないですか いやでもあの線0話を公開したいですねいつか、うん、一応バックアップ撮ってますから久保さんの動画もありますんで、うん、15年前こんなこと言ってたんだなみたいなね久保さんもね久保さんも何言ったかもう忘れてるでしょ多分あの線0話 <laughs> これバックアップ撮ってるんでね線0話 そう令和じゃなくて1000話ですからね千話千話です億万長者合宿1 0話みたいなねそ,でその千億万長者合宿1 0話も1000本目にようや公開されるみたいなね1話がファイナルかなファイナルと思いきやまたやってるっていうね億万長者合宿1 0話いいっすねこれちょっと最後 最後というかまあでもどっちかがくたばったら公開できねえな僕がくたばったら公開できないですね <laughs> そうはいということでおめでとうございます僕は筋肉痛ですけど <laughs>、うん、いや本当にみんないなくなりましたね、うん まあ僕は、久保さん、不慮の事故がない限り、あの、ずっと大丈夫です。<laughs> てか、ずっと大丈夫にしますけどね。ずっと大丈夫にするっていう。いや、この生活してからね、もう戻れないですね。もう、もうちょっと、会社で働くとか無理ですね。申し訳ないけど。うん、まあ、これからちょっと散歩していこようかなと思いますけど、散歩して帰ってきて、 風呂は、朝風呂入ってみたいなね <laughs> う、うん、はい郷さんおめでとうなんですかねこれからですねあと11年 <laughs> 1 0話に向かってい <laughs> ってらっしゃい